こんにちは、デジタルウェイゴリさんです。今日はもう一人、特別なメンバーと共にお送りします。彼は、私と共に、長い間デジタル運営の担当を、担ってきたメンバーの一人です。2019年からは彼一人でチームをまとめ上げ、イベントやアップデート、そういった、デジタルに関わる、全てをまとめてきました。私以上に、デジタルを愛し、さらに、デジタルに詳しいメンバーの一人とも言えます。はい。私は2018年の1月、ラグナブレクシーズン1モーガンレイドの頃からデスティニーチャイルドに参加しております。2019年からは、私の方で基本的にチームを取りまとめまして、イベントの進行だったりとか運営の進行を担当しております。今日は、デスティニーチャイルドにとってとても大事なお話をしたいと思います。デスティニーチャイルドはこれまで2年以上にわたってステアーズがパブリッシャーとして運営などを行ってきました。私はその中では運営責任者としてその役割を担ってきました。そして今ゴリさんが言った重要なお知らせというのがこちらになります。来月2月13日からデスティニーチャイルドの運営がステアーズからシフトアップの方に移管されます。そして私がシフトアップの運営プロデューサーとして今後デスティニーチャイルドの日本版運営の責任者としてその役割を引き継いでいくことになりました。ところで名前はどうするんですか？しめ鯖にしようと思います。なんでしめ鯖なんですか？食べ物にしようかなって思って。なるほど、あんまり深い意味はなさそうです。まあしめ鯖です。ところで、今回のその、発表に関して魔王候補者の皆さんも結構驚いてる人も多いのかなと思うんで、ぜひそのあたりを聞きたいと思います。デスティニーチャイルドは去年の11月に2周年を迎えました。そして3年目に進むにつれて大きく成長するためには、これからコンテンツを作る開発という部分と、あとお客様にお届けする運営という部分、これが高い次元でどんどんレベルアップをしていかないといけないと思っております。シフトアップは韓国にある会社ですけども、日本法人を設立するということですか？はい、そうなります。シフトアップの子会社が日本に作られることになります。というのもデスティニーチャイルドがさらに成長していくために運営移管がされるというふうにお話ししたんですけども、シフトアップは韓国の会社なので、どうしても韓国から直接対応するのが難しい部分というのが出てきてしまいます。魔王候補生の皆さんにゲームを引き続き楽しんでいただくためにも、そういった部分でクオリティが落ちてしまうというふうにはあってはならないと考えています。そのためにやっぱり日本にオフィスを構えまして、日本人が運営に参加するっていうのが必須というふうに結論が出ました。今回しめ鯖さんはシフトアップのプロデューサーとして挨拶をしてくれましたけども、もともとステアーズの社員として一緒に運営してきましたよね。はい、私は最初に軽く説明しましたけども、2018年の1月にステアーズに入社しまして、デスティニーチャイルドの運営に参加してきました。そして今回の移管に合わせまして、私がシフトアップに移籍をするような形になります。そしてですね、私だけではなくて現在運営に携わっているメンバーもシフトアップの方に移管して、引き続き日本の運営を担当していきます。過去2年間運営業務に関わってきた私の立場からしても、メンバーが変わらない、そういった意味でも魔王候補生の皆様に届けるサービスというものは、これまでと変わらないものを維持できるものと確信しております。ちなみに先ほど言ってたレベルを上げていく、これはどういった部分で考えていますか？はい、その部分についてはやっぱりシフトアップの代表であるキムヒョンテさんの方から皆さんに直接お伝えした方がいいと思いますので、ヒョンテさんをお呼びしましょう。改めましてシフトアップのしめ鯖です。先ほどご説明した通り、2月13日からデスティニーチャイルドの日本版はシフトアップに運営が移管されることになります。このことについてキムヒョンテさんにお話を伺っていきたいと思います。皆さんこんにちは、キムヒョンテです。こんなにあって本当に嬉しいです。よろしくお願いします。シフトアップが日本のサービスを直接運営していくにあたって、魔王候補生の皆さんはいろんなことが気になっていると思います。ヒョンテさんが描いているデスティニーチャイルドの未来っていうのはどんな姿なんでしょうか？いろいろがあるんですが、もう一番重要なことはシフトアップが直接に運営することです。もう何よりも、もう直接に皆さんともういろいろ話をしたり、
もう絵とかシナリオとかアップデートとかをもうコミュニケーションすることができて、今より運営が良くなると思います。ご説明いただいてありがとうございます。最後に日本の魔王構成の皆さんに一言お願いします。サービス移管は私たちテイスティーチャイルドの開発人には本当に重要な、誕生日と同じな感じの重要なことです。それで今からテイスティーチャイルドは完璧に新しく生まれたと思っています。それで皆さんと一緒に未来に本当に面白いサービスをするつもりですから、皆さん期待してください。これからもよろしくお願いします。最後に小入さんから魔王候補生の皆さんに挨拶をお願いします。はい、わかりました。魔王候補生の皆様、私は、この場をもちまして正式にプロデューサーを引退いたします。これからは、しめさばさんをバックアップする形で、デスティニーチャイルドを盛り上げていきたいと思っております。ぜひこれからも、デスティニーチャイルドをよろしくお願いいたします。私はデスチャをもっともっと楽しいコンテンツにして、皆さんにデスチャを愛し続けてもらえるように頑張っていきたいと思います。これはステアーズとして運営に参加していた時も、そしてシフトアップとして運営していくこれからも何一つ変わりません。3年目に突入したデスチャを今後も末永くよろしくお願いします。